井さんがですね、まあお土産ちょっと用意してきてくれたな。いっぱい辛いもの、辛いものね、今日ね持ってきたんで。いやー楽しみだけど。これなんだろうね、ミューリリというものが。ミューリリで辛いと。辛い。食べていい？うん、いいよ。いただきます。確かにそれ細い、細いし。辛い。喉の奥に来る。あ、確かに喉の奥にね、ちゃんと。あ、うん、スパイスがちゃんとね、周りに顔赤くなってますね。あ、辛い。いいの。じゃあちょっと俺が喋れない間にエイちゃんさんちょっとあの、はい、ロサンゼルスの思い出の話してください。そうですね、あの今回あのホロ EN コネクトのね、はい、EN のライブでちょっと。うん、あの LA に出張に行ってきまして、いやあのすごかったのがライブ自体、うん、結構向こうってあの日本以外そんなにあのコール文化がないらしいんですよ。コールはあのコールアンドレスポンスの、そう、コールのレスポンスのほうはいみたいなのってある？ないのないらしいですけど、めっちゃやってて、あのすごい訓練されてて、じゃあでも日本文化にも馴染んでる感じなんだ。いや、そうなんですよ、日本文化がすごい広がってるなっていうのがめっちゃ感じましたし、あとアニメエキスポに行ってきたんですけど、すごい。Do you know anime expo, right? 知ってますよね、アニメエキスポ。Yes, I know, I know. すごいコスプレしてる人がめっちゃいて、で、あの去年なんかヤオさんの顔が祀られてたの知ってます？あ、なんか見たことあるかも。あの大きいの、大きいのやつ。ビッグフェイスヤゴがね、ビッグフェイスヤゴ。そこにちゃんと本人登場したんですよ。ヤゴ。え、去年はいなかった。去年はね、うん、あの行けなかったんですけど、今年はなんとそこに登場して、ファンの皆さんとすごい。あ、なんと撮影会みたいな、ミート&グリートやってて、めっちゃ、はいはいはい、羨ましかったですね。なるほどな。ファンの方とすごい交流してました。へえ。